じゃあ、お願いします。お願いします。これも早速 YouTube からの質問でございまして、はい、辻さんが一番苦労した時にどうやってそれを乗り越えましたか。ほう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 、はい、苦労した時、まあ、これもはっきり正直言うな、はい、苦労した時ってまあいろいろあると思うけど、誰かに裏切られたりとかっていうことやん多分、まあそうですね、俺にとっては俺が一番苦労した時はやっぱ誰かにこう裏切られた時とか、はい、まあうまくいかなくなった、その裏切られてうまくいかなくなった時はすごいあって、その時はやっぱ一番今人生で考えても苦労したなって振り返れば思うから、その時にどうやって乗り越えてきたかのも一つしかなくて、まあこれ以前にも言ったかもしれないけど別の形で憎しみやな。憎しみですか。うん、もう憎しみしかないわ。うん、だからよう言うやん、なんか俺格闘技もやってるからようわかんないけど、なんか、まあ勝ちから学ぶことってあんまなくて、うん、野球もやってたからよくわかんないけど、勝ったら俺余韻に浸るタイプやと思うの。俺はな、自分のことすごい理解できてると思うから、勝ったら調子乗るタイプやねんな俺。勝ったら余韻に浸んねんな、うん、でも負けて成長するタイプやな俺って。うん、負けたらめっちゃ考えんねん、なんで負けたんかっていうの。でも勝った時になんで勝ったかあんま考えへんねん。勝った時には、あ俺自然と勝ったやなと思ってしまうから、俺の実力やなと思ってしまって、でも負けた時に、まあ、なんで負けたんやろって、俺のどこが悪かったんやろって、どういう練習したらよかったんやろってすごい考えるようになるから、うん、だから何かをやってうまくいった時よりも、そうやって誰かに裏切られて失敗に終わった時の方が、なんで俺はあいつのこと信じたら、どうしたらよかったんやろ、信じなかったらよかったんかな、いやそれは違うよなって、じゃあどういうことをやればよかったんやろっていうことをすごい深く考えるようになって、でもやっぱそれを一番一つに、まあ、まとめると、じゃあそこからどうやってどういうモチベーションでやるのって言われた時に、ほんまに憎しみしかない。でも憎しみって言っても、こいつどうにかしたろうとか、裏切られた人間どうにかしたろうっていう憎しみではなくて、まあ憎しみって言った言い方は悪いかもしれんけど、いい意味の後悔させようかなって思って生きてきたかな。例えば、従業員にお金を投資して横領されて飛ばれた時には、あじゃあもっと会社をでかくして、俺の会社に戻りたいって思わせたろみたいな、どっかで俺の SNS とかテレビとか、まあ、YouTube にしても見てる従業員おると思うね、俺のことを裏切ってな。でその裏切った人間に対してこれを見てくれてるとかね、あると思うね、どっかでな、テレビでもたまたまつけた時に出てたり、じゃあその時に後悔させようと、ケイタ君についていけばよかったと、ケイタ君のとこにおれば俺も大きくなれてたんかなっていう風にすごい後悔させたろうっていう思いで頑張ってきたし、例えば女性にしてもそう、うん、例えば振られた、俺だって振られたことあるし、すごいね、女性に振り向いてもらえなかったこともあるから、じゃあ それもいい意味で後悔させようと、俺がもっといい男になって、経営者としてももっと立派になって、人としても成長してすごいいい男になったら、多分おそらくその子は後悔するであろうと、うん、ケイタ君最近すごいって、うん、実際あるから何回も、うん、ずっと言ってるよ、5年前6年前に振り向いてくれなかった女性から連絡バンバン来るって今正直、うん、だからそうなってるから、やっぱそれっていい意味で後悔させてると思うね。うん、でも俺はそれを憎しみで頑張ってきたから、うん、なんかよく憎しみで頑張るのは良くないとかね、そういう気持ちで頑張るのは良くないって言うけど、やっぱり俺はこの負けん気っていうか、その負けた悔しさで頑張るって俺すごい大切だと思うね、うん、だから俺はほんま自分の生き方に嘘つきたくないから、うん、まあ人に恩返ししたいとかいう気持ちももちろんあるねんけど、やっぱりどうしても憎しみとか後悔させる、うん、だから俺は負けて強くなるタイプやな、うん、なんでもだから人生でも今まで負けてきた、うん、中学生の時も野球で結局一番になられへんかったし、高校の時も甲子園に出られなかった、で大学行ってレギュラーになれなかった、負けてきた人生や俺って、負けて強くなった人生よ、うん、だから今こんな強いね、うん、全部な、中学生じゃ全国1位、はい、高校甲子園優勝、大学全日本優勝レギュラー、はい、な、はい、それも実業団に進める、うん、勝ってきた人生やったら俺ここまで強くなってないわ、うん、自信がある、うん、負けてきたからこそ俺めちゃめちゃ強いと思う、うん、俺めちゃめちゃ強い、俺自分でもうこれ断言できる、俺人としてめちゃめちゃ強い人間は、まあ分かってくれてると思うけど、そうっすね、うん、何にもめげへんし、まず逃げへんし、目さらせへんから、うんうん、めちゃめちゃ強いと思うわ、うん、でもこのめちゃめちゃ強い自分を作ったのは失敗とか負けからやわ、うん、この失敗とか負けの悔しさが自分をどんどん強くしてくれたね、うんうん、だからなんかこけるのと一緒ちゃう、人生でこけたらさ、なんかさ、血出るやんか、うん、うん、な、じゃあかさぶたになるやろ、でも、うん、で、またこけるやん、はい、また血出るやん、かさぶたになる、で、またかさぶたになるやん、でも、だんだん強くなるやん、そうですね、そうやろ、傷も慣れるやん、うん、野球の時、素振りでも一緒、うん、
素振りするやん、豆できるやん、最初めっちゃ痛いやん、うんうん、でも我慢しながらもう一回素振りするやん、うんうんうん、めっちゃ痛いやん、はい、もう一回素振りするやん、もう固なって豆できなくなるから、うん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 、俺今でもまだ残ってるけど、野球やってた時の。そうなんですね、うん、まだ硬いもん、ここらへん、だからそういう風に徐々に強くなんねん、格闘技も一緒、うん、最初こうバーンって打った時とかに足やっぱ皮めくれんねん、足使う、下半身使うから踏ん張るから、はい、うん、皮めくれんねん、はい、でも次の日もまた痛いけど行くやん、うんうん、ほらまた皮めくれんねん、はい、テーピング巻いてまた痛いねん、うん、でもそれやっとったらもう硬くなるから、うんうん、だから人間ってやっぱそうやと思うけどな、俺こけて強くなったり失敗して強くなったり裏切られて強くなると思うけどな、うん、それと同時に裏切られたりしたらやっぱり、自分が痛んでるから人の痛みも分かるようになる、あ、裏切られてこんなに辛いんだ、じゃあ絶対俺は裏切られても裏切る側の人間にはいかないでおこうっていうことを決意できる、まあもともと決意してんだけどそうやって強く思えると思うから、うん、俺はやっぱね、まあもう嫌やで、嫌やけど失敗した方がいい、うん、うん、今思えばね、今振り返れば失敗してよかったと思う、でもそんなあの当然のようにその時は、はい、あの失敗していいとはなれへんから、苦労やから、これはさ質問の通り苦労やから、うん、でも今振り返ると失敗してよかったって思えるから、うん、まあだからいつも言ってるように正当化やな、うん、過去は変えられると、うん、悔しかった過去とか負けた過去はそこから、一生懸命人生頑張れば、で勝てば、うん、あのこの勝ちは負けから来たって言える日が来ると、こうやって、うん、だから、悔しかった過去とかいろいろあると思うけど、苦しかった過去もねいろいろあると思うけど、全てを正当化しようと、コロナも一緒やと、コロナが来た時はそれはもう嫌やし、どうしようもない、右も左も分からへん、光見えへんけど、コロナで得たものもあるんやから、コロナが来てよかったってね思う日を一日でも早く作ろうと思う、それしかもう方法はないと、うん、そのためにはどうしたらいいか、逃げたらあかん、そらしたらあかん、嫌なことからな、うんって思うよ、まあ夜中の2時に熱く語っちゃいましたけど、はい、はい、そんな感じでよろしいでしょうか、はい、はい、だから僕は苦労ねした時にどうやって乗り越えるかっていうのはやっぱ憎しみっていうかもうやり返しやな、うんうんうん、やられたらやり返す、もうそれだけです、はい、はい、以上です、ありがとうございました。